さあ、前回の続きからやっていきたいと思います。こちらのクラシックブラックスーツ使ってみたいと思います。これね、紫っぽい色まで用意されていて、アンチベノムっぽいクラシックスーツも用意されていますと。これは何だろうな。周りが赤っぽいんか？スパイダーバースっぽいのかな？これもいいんだよなぁ。紫ですね。あ、スーツスタイルこっから変えれるのか。これが、クラシック、ブラックスーツですね。まあ、要はコミック版がモチーフとなっておりますと。で、スーツスタイルが、紫っぽい。そして、アンチベノムっぽい。これはちょっとよくわかんないんだけど。3D っぽいって言えばいいのかな。この2つが用意されていると。まあ、現状ね、アンチベノムのやつしか使えないんですけど。これでやろうか。ミステリウム発見。ミステリウム、ここ2個もやってないのか。ちょっとマイルズ一回交代するか。これマイルズ専用だもんね。ちょっとこれだけやらせて。ミステリウムか。ありがとう、ピト。ここから出してくれ。かぼちゃがいっぱい。僕に任せて。さあ、攻撃を受けないようです。出てこい。序盤の奴らは大体大したことないから。ミステリオどこ？おいで。ラウンド3。ミステリオ倒さなきゃ。ミステリオ。危ねえ。ラスト。ピッチ上がり。お、ミステリウムまだあるんだよな。あれかな。ちょっとブラックスーツ使いたいところなんですが、ミステリウムはやりたい。攻撃を受けないようにする煽り運転、そういう系か。煽り運転か。なんだ、車来るわけじゃない。
ちをわかるのでしょう。私が引き殺す。フルートいるのか、最初から。ラスト。やったね。少し待ってくれる。お疲れ様。ゆっくりして。もう平気。ピーターに交代。またベッチーからだ。今度は何だろう。どうもスパイダーマン。実はクエンティンが裁判所監視下のカウンセリングについに同意してくれたの。出所後の変化に適用できるようにね。やっとか。ポール、あの人だって苦労してきたのよ。ごめん、たださ、ほら同意してくれて嬉しくて。とにかくクエンティンからの伝言よ。事件の全容も究明間近だって。ってことでこの調子で頑張ってちょうだい。ベックはカウンセリング受けるんだね。誰だって助けは必要。了解。この世界のクエンティン・ベックはそこまで悪いやつじゃなさそう。さあ、シンビオートでシンビオート倒しに行きますか。レッツゴー。それじゃあどうする。ここまだあったのか。やっちゃおう。ガジェット発射。2匹か。出発。十分データを手に入れないとターゲットを救えない。ここはね、割と楽にいける。障害物があんまないから街中に入るとちょっとめんどくさくなるんだよな。あいつらを倒さなきゃ。なんか狙われてます。まず一体間違いなくママバードを怒らせちゃったよね。ママバード機械だからな、何のジョークも反応してくれないんだよな。残念。ちょっと悲しいな。ダウンロードはあと 50% だ。29%。 16%。 いけるぞ。いい感じですね。急に曲がるのはやめてくれ。 4%、 3%、ダウンロード完了。さらば。いいね、コミック版も。データが存在しない。この人の記録どこにもないな。つまり実在しないってこと。消されたのか、何者かによ。反応しないので一回先に教団、財団のやつをやろう。 OK、 エネルギー研究の最新技術をチェック。
展開すれば自律的クリーン電力を生み出せるの。いずれはドックに往復するようになるけど、今は初期運用テスト用に設置法を模索してるの。ウェブウィングを使えばいい高さに設置できる。目指すはブルックリンハイツ。高さが足りない。それじゃあ発射。他？ウェブウィングだけじゃ高さが出ないな。ブーストしないと。コートとモンタギュー通りの交差点に行こう。あそこでよく論文飛ばされまくったし、パーフェクトな自然の風土。来た、いいぞいいぞ。よし、設置。タービン設置。飛んでけタービン。もう一丁。さらに舞い上がれ。ドッカーン。もう一個。いい感じ。オッケー。オッケー。みんな無事発射。それじゃあ僕は。タービンに不具合発生。おっと。は？なんで？調べてみよう。ハンターじゃん。ドローンがタービンを攻撃。止めないと。また君たち。もちろん。こんな関係も終わりにしようよ。あれ、ウェブが変わる、これ。あ？邪魔？僕の方が？コミック版のは変わるんだ。アンチベノムなのは変わらんけど。だったら早くアンチベノムなんとかしてほしいな。よし、片付いた。それじゃあタービンを戻そう。あ、タービン、タービン。ウェブ変わんのいいな。そう。よいしょ。バッチリ。グレア博士にタービンのセキュリティ設定をしてもらっとこ。これストーリークリア後じゃないとゲットできないから。お、なんだなんだなんだ、難しい問題だよね。ドローン発見。一緒においで。オトマラソンも発見。あ、サンドマンの手だ。いいショット。さすがはニューヨーカーだな。今のは皮肉じゃない。楽しめる時は楽しい。それが私たちだ。ウェブスイングしながらやってた時気づかなかったな、黒になってるって。ちなみにこれは ここだけ反応しないんだよな。さあ、ロードしてみましたが、ここなんだよな。屋上じゃないってことかな。マイルズにチェンジ。行くよ。
反応しねえ。よしやろう。これスーツ白色にしても黒のままなんだな。飛びに、あ、サンドマンの記録がある。もうすぐで肩つきそうだからやっちゃうか。僕も手伝おうか。はい、おとなしく決勝くれれば帰るからさ。悪いけど女の決勝を諦めるつもりはないよ。痛いな。せっかく黒色だから変えたいな。マルコ、頭の中見させてもらうよ。俺を巻き込むなと言っても奴は耳を貸さない。俺を押さえつけるために奴らがネットを放ち、気づいたらもう俺は砂になっていた。本当に情けなく思っている。だがそうするしかなかったんだ。お前の元に帰らなくては。マルコは必死だったんだ。かわいそうだな。じゃなきゃスコーピオンの身の前になってた。隠し砦で発見。上には誰もいないね。ロボバトの巣みたいだ。何してるの？多い。二人いるね。おっと、バレちゃった。え、何これ。壁につきながら器用だね。これサージにするとさ、アンチベノムカするから。アンチベノムカ、また増えた。誰が増援ボタンを押したわけ。サージ状態インパクトウェブになる。強っ。これが最強の力だ。それじゃ何があるかな。ゲームスタート。なんかベノムからアンチベノムになるの面白い。さあターゲット。おっ、鳥たちはそこで充電してたのか。オーバーチャージすれば天国に飛んでくね。君他の隠し砦にも行ったんだね。隠し砦クリア。基地の位置がわかるかも。このミステリウムはやったのか。やってないですね。ハンターの隠し砦でスパイダーボットいろいろある。お、サブストーリー。どうしましたか。スパイダーマン、汚
来てくれたんだ。祖父の R を探してるの。ここで誰かと会う予定だって言ったまま姿を消しちゃって。バッグ置いてあるな。お願い、見つけてくれる？何か手がかりはある？この写真だけ午前中ずっと眺めてた。見たことあるな。展覧会？60年前に撮った写真みたいだね。60年前、ちょうど季節も今くらい。見つけるよ、大丈夫。急いで。混乱するだろうし、すごく心配なの。怯えたり。ここはここじゃね？怪我してない？違うか。僕に任せて。なんか場所は合ってるけど、おじいさんはいない。おじいさん、手がかりは残してない？明日のプールの下に聖火が飾られてる。これか。うん、おじいさん宛ての手紙だ。愛する R へ、ビリー。いや、動物園にはいなかったけど、おじいさん宛ての手紙に植物園って書かれてたんだ。昔、祖父母が週末に植物園で散歩してたの。多分そこにいるはず。お、ベンチ。ベンチの上の帽子、 R おじいさんのならかなりおしゃれだな。あ、喘息。おじいさんの吸入具届けないと。物質アナライザーが使えそうだな。化合物を分離すればおじいさんの痕跡をたどれるはずだ。さあ、パズルの時間。でけえな。大丈夫に高い、ね、でかいな。まずは、こう破壊。こう破壊。で、ここも破壊して。あと、4つですね。これ、くっついてるからな。慎重にやんないと。と2つ。ここでいいかな。やった。オッケー。いや、植物園にもいなかった。でも吸入具を見つけて、科学の力で痕跡をたどれそう。また連絡する。な、どうしよう。吸入具はおじいちゃんにとって廃同然なの。ここのとこ忙しくて、おじいちゃんの世話をまるで義務みたいに感じてたの。でもいなくなるなんて。一緒に過ごしたいだけなのに。私どうしちゃったの？自分を責めないで。自分の生活との両立は難しいだろう。みんなやれることをやるしかないんだ。ピーターが言うと深いですね。でもスパイダーマン休業するんでしょ。探しましたよ。湖のそばにいた。ここで一緒に待ってる。本当に？今すぐ行く。待ってて。おじいさん、どうも。スパイダーマン、悪さはしてないぞ。何にもな。分かってます。お孫さんが探してましたよ。わしの孫か、うん、それじゃあすぐ戻ると伝えて。ここで妻にプロポーズしたんだよ。まさしくこの場所でな。
ここで聞かせてください。どうやってプロポーズしたんです？プロポーズは動物園って決めてたんだよ。誰よりもこよなく動物を愛する女性だったからな。そりゃあもうドキドキしたよ。ミーアキャットのとこで言うはずがわしと似てると言い出してな。一方わしは足がガクガクで目も見つめられず、そのままわしらは動物園を後にしてここに来たのさ。思い出すよ。妻は誰が見ても完璧な女性だった。同時に不器用で、あの池に落ちそうになっとった。顔からな。スパイダーマン、誰かを愛したことは？愛か。はい、あります。愛は美しい。この世界で何よりもな。少し話を聞いてくれるかな。わしも余命わずかだ。死ぬのはとても怖い。覚悟してたつもりだが、死を覚悟するなんて無理だ。だがここにいるとあいつもいるような気がしてね。あの日に戻った気持ちになれるんだ。緊張して汗だくになったあの日にな。あいつの目を見つめたあの瞬間、居場所を見つけたんだよ。あの日はそりゃもう緊張してね、諦める寸前だった。そして瞬きしてる間に妻は言ってしまった。気の毒に。孫がわしを探していると言っていたかな。会いに行くとしよう。やっぱりここにいたんだ。見失っちゃってごめんなさい。わしがふらふらほっつき歩いたせいだ。だがスパイダーマンが面倒を見てくれた。ばあさんの話にまで付き合ってくれてな。そうなの？ここおばあちゃんのお気に入りでしょ。ここで毎週末おばあちゃんとアヒルに餌をあげるからね。あいつらしいな。あいつはお前を心の底から愛していたよ。いい話ですね。わかってる。よくこう言ってたな。さあさあ、サンドイッチ食べないならアヒルにあげてって。タシャ、お前はあいつに似て実にひょうきんだ。これマイルズだったら違う反応が見られるのかな。ちょっと気になるところですね。ファストトラベルが解禁されました。あ、こうやってやるのか。おう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 、生かすね。中心からずれている。対象が近すぎる。完璧だね。これかニューヨークの橋。ああ、マンハッタンブリッジか。建設が始まったのはなんと1901年からで、完成は1909年。子供の頃から古さは感じてたが、この街には素晴らしい歴史があふれているな。8年であれ作ったのか、すごい。しかも100年も前に。おっと、見逃さないぞ。スパイダーボットを発見。ミステリオスパイダーボット。やっぱ謎のボットストーカーから伝言受信。それでなんて？ちょっとタンマ、変な構文使っててさ、コードにギャップがあるんだ。解読はできるけど。アイスコーヒーをおかわりしてくれ。それとブルーベリーマフィン。
ゲット、スーペリアスパイダーボス。ああ、落ち着かないってのはそういうね。お、楽しいんだな。フォトマラソン。発見。しかも1本30センチ。悪くない。写真台クリアな。嫌ですー。この人はホットドッグのパンをトマトジュースに浸してから食べるらしい。まあ、それで食べやすくなるのかもしれないが、トマトジュースだぞ。私にはさっぱりだ。ま、人の趣味はね、人それぞれだから、趣味というか、食については。いや、マジで広いな、今作。ミステリウムとハンターがあるね。で、この街は、ロックされてるのがまだあって、スパイダーボットもあと一個ある。これ探すの大変そうだな。と思ったらありました。かわいい。ベニーパーカー。ハート型の目。ロボットがいるな。ブルックリン一のハイテクバードのご両親、屋上で発見。これ上バレるよな。後ろは任せろ。あと追え。どうも。ブラックでもちゃんとステルスはしたいよね。眠くな。さあ、あとは上にいるやつ。はい、知った。おかわりありがとう。でもお腹いっぱいでさ。あれ、君どこから来たの。ナイスアーム。完了。基地の最後のネタ、アサル。アサルといえば、あった。あったのか。あの軍の補給基地解体されてなかったんだ。あそこやっちゃうか。いざ潜入だぜ。いっぱいで。ハンターが使われてない軍事基地を乗っ取ってドローンステーションにしてる。あの鳥型の鳥小屋乗っ取ればいいのに。多いな。そこ？まずいのは殺人ドローンでしょ。確かに。じゃあ食い止めに行こうか。充電ステーションここで充電してるんだ。充電ステーションと電力装置をウェブでつなげばドローンは即ゴミ箱行き。邪魔。知らせによると微妙な状況だ。一家が分断する。恐れていたことが。3人いんのか。資源を分散させすぎたな。まず一人。
これは厄介だ。あぶね。安全。ちょっと多いですね。一人完了。暴れる以外することないの？ああ、疲れちゃったよ。やべやべやべ。しろ。欲しいな。前か。パンクはおねんねでーす。サージモード。ちょい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 。まずいのがいる。やっぱ拠点ミッションだから多い。壁にくっついてるからやりやすいんだよな。何が詰まってんだろうね。基地全体を仕切ってるのか。また暗号化ファイル。ウラジミール、今度は何だ。俺も行けたのに。その必要はない。息子かか、息子かな。力の差を見せつけられたくないからか。見せつけてほしいくらいだ。無理だろうがな。楽しいか親父。俺の生きる権利を奪って。生きる権利が欲しいならば当然死を覚悟すべきだろう。あんたのせいで毎日ゴミ漁りだ。でも俺たちのものは取り戻す。俺のものとして。すっごくカエルの子はカエルって感じ。遠くにいるといいけど。本当にね。基地の一つがウラジミールのお家じゃないといいけど。ハンターとドローンをまとめて退治。いい仕事っぷり。どうも。ミステリウム交代しようかな。スキルポイント結構余ってきましたね。マイルズチェンジタイム。ここに来ようと思ってたんだ。敵を極に突き落とそう。助けに行く。リュウヨクはあなたの身だ。私のリュウヨクはこれを手にするには敵を奈落に投げ込めばいいってことか。ミステリオかなりうざい。よいしょ。
昔のベックってあんな感じだったのかな。よいしょ。はい。あ、あ、あ。覚えておくよ。よし、落としまくるぞ。はい。でしょう。それではさようなら。遅れそうだって。そもそも話しなかったね。高所恐怖症。ブルックリン結構ほぼほぼ終わりそうだね。財団の実験が終わってないのか。財団の実験って言ってもな、まあ今のとこ見当たらないので、ピーターにチェンジして新病棟の巣でも破壊していこうかな。遊んでた。Let's go。 ハンターの貨物。この下か。さあ、お掃除の時間ですね。こいつら気持ち悪い。邪魔だな。巣の心臓はどこだ。車をどけよう。お掃除スタート。さあ始まります。車をどけよう。えい。やべ、でけえの来た。緑はカモだからな。危ねするな。
アンチベノムボームはシンビオトにはめちゃくちゃ強いんだけど、普通の敵にあんま効いてないのかな。サージモードは使わなくていいかな。終わり。よし。あ、大丈夫ですか。どうもスパイダーマン。みんな気をつけて。装備発見。シンビオートの巣があと1個どっかにあったんだよな。あれが最後かな。やっちゃおうか。スキルポイント溜まってきましたね。ごめん、ちょっとマイルズに頼んだ。なんか犯罪放置してももう一人のスパイダーマンがやってくれるだろう感がある。あのこの世界アベンジャーズもいるはずなんだよな。さあ到着。うるさくなるぞ。さあ来い。やらせねえよ。まずい。ブラブラ。硬いね。数が多いね。はい、行こう。アンチベノム。なんだ、戻った。あと数秒だ。邪魔するな。パンチパンチ。痛いね。これでシンビオートはいなくなるかな。いなくなるといいな。どうもスパイダーマン。ギャラリーの作品を動かしてたら襲われてね。大変だね。作品は大事だけど命より大事なものはないよ。気をつけて。
レベルも上がったかな。てなところで、今回はここら辺で終わっておきましょう。また次回。グッバイ。